産婦で帰ってきて直後、家に入った直後に地震がなって、これはもうダメだと思って、いつもの地震と違うってなって、その場でもすぐにとっさに逃げよう、荷物を持って逃げようと思ったんですよ。三陸津波の話は私よく聞いてたので、聞いていたからこそなんかこうすぐ逃げられたのかなって今思っています。南気仙沼小学校って、あ、もうなくなったんですけど、そこに逃げました。はい、2階で大丈夫かなと思って逃げたんですけど、なんか荷物抱えて、はい、子供抱いて、もう2階、3階へみたいな感じでこんなに来ると思ってなかったので、チャプチャプくらいで来るのかなって思ったんで、長靴ととりあえずのものしか持っていかなくて、失敗したなと思ったのは飲み水を忘れたってことなんですね。給食で余ったその牛乳が1個だけ余ったってことで、なんか他の子たちもいっぱいいるんですけど、まあ、赤ちゃんだからってことでみんな我慢してくれて、うちの子だけなんか悪いなって思いながら、はい、急に1個だけいただいて、はい、子供がいる、ね、お母さんならやっぱり、まあ、赤ちゃんだったらおむつなり、やっぱり食べ物と飲み物とが最低限だと思います、私的には。近所でもやっぱり物取られていくって言われて、取られたという人もいるんですよ。家の方で木刀を抱えてなんか見ま守ってたって言ってました。家財守りたいっていう意識は